チャオあちゃんです。今日1月の10日、今宮恵比寿初恵比寿行ってきて、帰りに駅弁を買ってきた。近鉄の島風の駅弁、島風の中で売られてる駅弁かなと思うんだけど、これが売ってたね、難波の駅弁だから、これ買ってきました。特製幕の内、開けてみたいと思います。かっこいいでしょ、島風。これ、あの高安かとこの、あの電車庫に泊まってた今日、これね、ちょっと手を拭きましょう。足映ってるもんな。足、足何やってるの。中国やばい。道路の真ん中。車を持ってる人はお金持ちだし。淡路屋って書いてある。淡路屋さん。淡路屋って書いてある。淡路屋の特製幕の内、島風です。では中身。ちょっと待ってね。はい、では開けます。パカン。あれ、こんなとこにも絞られてる。はい、こんな感じ。こう、こんな感じの幕の内です。なんか綺麗でしょ、ちょっと上品な。これはね、なんでかな、1300円ぐらいだったと思うね。忘れちゃった。それぐらい、それぐらい。高いって、まあそんなもんや、幕の内で駅弁ってそんなもんや。おいしい、美味しいらしいよ。ではいただきます。いただきます。はい、何からいただきましょうか。ではご飯のところから、一番端っこのじゃこの乗った白米を書きましょう。いただきます。あ、山椒かな。なんか甘辛くて美味しい。で、煮物。なんかね、上品な味付け。美味しいよ。酒。美味しい。電車乗りながら食べたら幸せだよね。また今日近鉄旅行しましょう。近鉄特急乗ってもね、あっちゅう間に着くね。あっちゅう間に乗ってるとこから、灰原から、ね、大阪まで。でも1時間かからへんのよ、特急乗ったら。40分50分ぐらい。で1時間1本しかないから、もう一つ、あの向こうの駅まで行くのにね、向こう乗って、あの八木駅って言って、何駅向こうや、修行駅、京都と、京都から降りてくるのと大阪から来るのとちょうどぶつかるターミナル駅なんだけど、その駅まで、あっちゃん乗る駅からやと何駅あるかな、灰原からやからね、長谷、灰原、長谷、桜、桜井、大福、耳出し、八木、6駅向こうまで行かな。特急が
なんていうの、1時間に何本も出てないでね。でそこまで行ったら今度そこまで20分かからないのかなぐらいね。そこから引かれるからほんまに30分ぐらいしか特急乗らない。30分かかれたら特急乗っても乗らんでも、特急大阪からハイバーまで900円すんねん。で乗って10分変わらへんのよ。だから意味ないから特急って乗らへんねんけど、大阪まで800円ぐらいね、電車で。特急900円、ね、特急券は高い、ね、まあね。ね、これ栗おこわかな、赤飯みたいな、栗入った赤飯。おいしいね。こうや、ちょっと待って、なんかできへんかな。これってメモリーだね。メモリーかな。これをのカメラを見か、うん、まあいいわ、何か考えましょう、うん、うん、これいいのね、赤飯のこれおいしい、めかい。くるみの甘く煮たやつ、なんかいろいろ入ってるの、きんぴら、うん、おいしいね。炊き込みご飯だね。いろんなバリエーションあって美味しいわ。飽きずに食べられる。どう？うん、言うてるけど美味しい。卵も卵美味しい。もう、じゃあこれか。あ、里芋美味しい、うん、ねっとりし美味しい。卵、うん、しっとりして、ね、甘みがないね。もうこれぞ、うん、関西のだし巻きって感じ。甘いだし巻きあるやんか、あの関東とか。このどこやったかな、どっかイベント行った時にね、東京やったような気がするんだけど、食べたやと、うん、だし巻きが甘くてええー、ってなって、うん、うん、うん、ね、うん、やっぱ関西は甘くないちょっとしょっぱい系の、うん、だし巻き、あれが美味しいね。3、2、1、鶏肉か。
美味しい。カリカリ麺とか美味しいわ。なんかゆかりとゆかりが振ってあるおこわみたいなところにカリカリ麺乗ってんね。これ美味しい、うんうん、それだけでもいいぐらい。気持ち美味しい、うん、3、2、1、どうぞ。うん、長崎のこの煮物美味しい。なるほど、なるほど、きのこ、きのこの醤油煮めっちゃ美味しい。うん、ちょっと山椒入って、うまいね、美味しいな、うん、だから京懐石みたいな感じ、すごいお上品な、いらへん、美味しいねんで、ん、いらへんな、美味しいねんが一個一個ちょっとだけど減らへん、なんか京懐石膳みたいな感じで、すごいいいな、島風。おまけとかじゃない、コンビニの弁当で端っこ置いてある程度のやつじゃなくて、全部本気やな、全部本気やな、うん、全部本気やな、いや美味しい、これ買ってよかった、千なんぼんやけど満足。これ多分京都の料亭とかで食べたらもう何千円とかのコースになるんちゃうかな、何千円とかもうね、席料とか取られたら何万とか何万とまでいかへんかかんけど、フライ、うん、手前側を少しだけ斜めにして、ね、あー美味しいわこれ、うん、これ島風で食べながら景色見ながらゆっくり旅行できたら幸せやと思う、うん、なかなか減らない、いやー、いいわ、うん、時間がゆっくり流れる、だけどゆっくり流れる時間を電車の中で過ごすって最高幸せやろね。ちょっとバッテリーつなぐ忘れた、よいしょ、センターへあの服欲しいな、バブルの服。するとこの放送後ネット上でさらなるキレッキレのバブリーダンスが登場、それがこちら、なんか嫌顔してるドヤ顔やな、めっちゃキレキレ、これ引っかかんじゃうだ、うん、引っかかったと思います、顔が長いけん、うん、豆美味しい。
どっから食べるか迷ってしまう。チャオチュールのチャオチュールを取ってもらいたい。チャオチュール、チャオチュール覚えやろ。子供は吸収早いからな。俺みたいになったら覚えられへん。椎茸、これがあっちゃんが食べられへんかったに椎茸。おお、強烈。この匂いがダメ、味がダメやね。美味しいと思う、うん、美味しいと思う。大人やな。大人になって結婚する前食べられへんかった。美味しい。なんでこんな美味しいもん食べられへんかったんか悩むぐらい、うん、昔は嫌いやったよ、うん、タコ。ああ、おいしい。飯生姜。飯生姜おいしいね。ああ、辛い。これ。うん？生姜の芽。辛いで。無理やったって。無理や。タコはうまい。タコ、うん。あ、ふきおいしい。うん。食べる。おいしいで。ふきは食べられるわ。ほんまに？うん。ほんまに見た目はちょっと。見た目はあかんてよ。おいしい。ほんまに？おくるみ。おやつこれ。うん。おやつらね。うん。おやつらやな、ここ。さっき食べたけど。くるみと、ね、これ桜餅みたいな。桜餅が美味しそうですね。結構迷い橋しそうなぐらい、どれから行こうか悩む。あかんね。うん。おいしいな。サブだった。箸もちょっと高級にしてほしいな。箸が結構いいな。うん。箸が安かった。料亭クオリティで。うん。メンテン。あれ、炊き箸やったよな。そうそう、かゆだった。キノコ美味しいな。それ原作とラスト違うよね。漫画ではさ、主人公が最後。あれだよ。その時僕は漫画とか言ってたら小説派が出てくるから。手塚治虫の絶版が地上最大のロボット。浦沢直樹らが見えてきた。ブルー世界の先だった。幸せな時間を過ごしております。きんぴら肉がいい。ん？きんぴら肉が美味しいな。きんぴらと肉合うな、うん、本家こっち行ってちょっと向こうや。富岡高校。髪の毛。
いいな、完璧、うん、大体抜けてる、大体抜けてる、俺全然抜けへんね、うん、小学生なら抜けない、うん、ちゃんと歯磨きさせたもん、仕上げはお母さんって言って、うん、仕上げして言っても来とって、結構歯磨き好きやってよ、なんでやろう、お母さんと一緒見ていつもあの歌歌うの歯磨かへんねん、クリクリシャカシャカ、クリクリシャカシャカ、歌が好きやってんや、うん、あの歌歌ったら歯磨きですね、うん、気持ち悪いなこれ、うん、自分で火花出すねでこれ。よく出るやつ、ちんちりや、これ、なんか見た目以上に数、量あるの多いな、車のギア作ってまして、ガタガタを作ろうぞ、ガタガタを、その時にバリが出るんで、そのバリをバーッとサンドしてました、これの輪っか、これ輪っかあるでしょ、うん、はい、ギアでもガタガタになる、ヘラヘ、いや、ほんまにお腹いっぱいできた、うん、美味しいよ、うん、多いやろこれ、多いな、頑張って食べよう、ゆっくり食べよう、うん、島風は何時間1時間なものかな、あの大阪から伊勢までね、だからもう長い時間乗るからゆっくりゆっくりこうやって食べていく、いいな、島風乗りに行こうかな、あれ食い終わるまで動画撮ってだいぶ長い動画やん、ほんまや、製造業工場も今では3分の2まで24分食べてるよ、もうそんな経ってる、うん、まあ食べとる時間じゃないな、まあ、カメラ寄せたりもしとったけど、うん、20分ぐらい食べてる、うん、おいしい、結構ほんま一口一口味わって食べる料理、うん、強解析って感じの、あーいいわ、悩んでん、これにしようか、あの鶏南蛮弁当か駅弁屋さんやってんねん、南蛮の駅の中にあるんだけど、駅弁屋さんでいろいろ悩んでんけど、結局柿の葉寿司にしようか思ってんけど、柿奈良の人間がさ大阪行って柿の葉寿司買うのどうかなと思ってで見たら島風弁当があってん、いやこれいいわと思う、弁当やまへんねん、島風の英会話だから、うん、いいなこれ、かっこいいよ、なんだこれ、アサッピー、北海道のキャラな、北海道のキャラ、うん、出た、うん、アサッピーなんだよ、アサッピーやろ、山椒の粒と一緒に食べたよ、めっちゃ美味しい、タケノコとあるある山椒の粒、山椒の粒をこう一緒に落ちた、どっか行っちゃった、いっぱいあるんだけど、これとタケノコを、うん、美味しいよ、だいぶ食べたけど食べられへん、うん、山椒と一緒に食べた、めっちゃ美味しいわ、うん、若いの何だ、え若いの
なんかエビ、エビっぽいな。エビ、うん。アレルギー出るわ。出るよ。ほんのちょっとぐらい。めっちゃエビの味するで。え？めっちゃエビの味する。するさっき食べたもん。全然オッケー。それぐらいだ。うん。うん、プリッとしたエビがあかんねん。エビフライは多分最近大丈夫や。1本ぐらい。うん、俺一人未熟なやつは俺とかやってたけどさ、うん、おじいちゃんみたいなやつも下手してたよ。市役所の職員だよ。そうやね、それが未熟や。これと葉っぱもいける、全部葉っぱもいけるはず。あの人ちゃうねん、あのプロの加工の人ちゃうねん。タケノコの自動皮むき器。カフみたいな。うん。むけてるやん。おっそ。うん。ごっつい皮がむける。います。サンダーは使い慣れているはずの中岡だ。怖いよこれ。サンダーめっちゃすごたれ、仕事で。火花のヘボ、うん、向き逆やん、うん、でもヘボやん、うん、もっと強かったやん、ほらショーとかの使うためのこれ、うん、こう、うん、別にあれ何使ったわけないよ、うん、意味なく鉄骨削っとんの、あ、これ、本番もこれ使ってんの、本番も、うん、おいしい、うん、いい、これ今度あの大阪に来ることがあったら駅弁島風弁当買ってみてください。おいしいよ、満足よこれ、うん、多分名古屋駅でも売ってると思う、うん、近鉄沿線のね、うん、主要駅やったら売ってるような気がする。食わへん、うん、実はサンダーパフォーマンスの演出は全て彼女の手による、もの練習の時は全て彼女が一番受けてる、うん、怖い、うん、寝不足、寝不足、あ、柚子が美味しい、うん、怒ったらおばあちゃんみたいになる、うん、怒ったらだいぶ受けるやん、うん、あ、怒ったらあかんねん、きんぴらやん、お腹いっぱい、多いな、めっちゃ多い、頑張って食べよう、ゆっくり食べたら、ね、結構食べられんだけど、うん、何時間かかんの、うん、まずはサンダーを持たずに練習、量多いな、あんまり、
出とるやん。もうちょい楽くなればうん。何の人も初心者だ。うん。初心者かな。でも前行ってる時行ってないですね。生姜がお茶の、うん、生姜が美味しい。かっこ美味しいな。かっこいい、かっこいい、うん、全てが美味しい。こういうの無理だわ。慎重な作業とか無理だ、うん、絶対無理。車屋さんできへん。できへん。めっちゃ手プルプルする。うん。もうちょっと。みんなで、うん、あリズム感ないか、あかんか。何や、うん、リズム感なさそうな顔してる。誰この人ジジイ。中岡、うん、ああもうちょっと。おにぎうん、そうやね。島風からのイメージビデオかなんか買ってきて、電車の車窓の窓の動画出しながら食べたい、ね。うん。やるやん。あ、メガネかけて食べられへんやん。お弁当見えへん。弁当はあの読み込むやのカメラで。あれどこにカメラついてるの？ VR の？プレステーションはそこにテレビの下に あのカメラが これが見たように角度変えてくれるの、うん、すごっ。パソコンのなんかモーションセンサーかな、カメラじゃなかったんじゃない、うん、だからパソコンの方が技術進んでる、うん、モーションセンサーやったら物分からへんやん。え物分からへん。どういうこと？これとか映らへんやん。カメラやったら映るやん。カメラで、カメラで、うん、桜餅を、あ、ちょ大好き、美味しかった、大好き、うん、あ、美味しい。葉っぱの、しょっぱさが好き、桜の葉っぱ、うん、葉っあの、しし俺、うん、ということで、ちょっと待って、味わってから、うん、おいしい、幸せ。お弁当にね、最後に締めの甘いのがついてくるっていいな。美味しかったです。ね、近鉄の、特製幕の内淡路屋の島風、美味しかったです。あの、まあね、高級料亭で懐石食べてるような感じの、こんなちっちゃいのがいっぱいあんねんけど、お腹いっぱいになります、満足します。で味は 和食系のね、あの優しい味で癒されるしね、美味しいし、うん、満足でした。これ電車に揺れながら食べた幸せやろな、美味しいやろなと思うね。またあの電車の旅いつかやってみたいと思います。はい、ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯、特製島風幕の内、いいなそれって思った人は高評価を、で食べたいなって思う人はぜひ近鉄島風に乗って食べてみてください。であっチャンネルも登録してくれたら嬉しいです。この辺かな、こっちかな。ではまたね、バイバイ。